ガチンコマイル塾よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。私はトラベルプライムクラブの MC を担当しておりますサキです。いつもガチンコマイル塾のビデオをご視聴くださいましてありがとうございます。今回はですね、特別ゲストをお招きしまして、普段とはちょっと違ったガチンコマイル塾をお届けしたいと思っております。最後までぜひお楽しみください。今回のテーマなんですけども、日本で持っている方が少ないアコーホテルのステータス保有者に聞くアコーホテルの魅力とはという内容でお送りしたいと思います。早速なんですが、特別ゲストをお呼びしましょう。本日の特別ゲスト、たけちゃんです。たけちゃん、どうぞよろしくお願いします。はい、たけちゃんなんですけども、ガチンコマイル塾の動画今回初登場だと思うんですが、簡単に自己紹介をお聞かせ願いますでしょうか。はい、2022年3月まで、大学の教員をやってました。今はフリーです。これまでに持っているのはだいたいプラチナレベルが、マリオット、ハイアット、ヒルトンで、このアコーですねあとジャル系とアナ系のもいずれもプラチナ持ってます。おすごいですね。今聞いただけでもかなりたくさんのステータスを。体が1つしかないので困ってますそうですよね。どうやってこれだけのステータスをゲットされたのか聞きたいことはすごくたくさんあるんですけども、今回は先ほど伺ったうちの一つ、アコーホテルについて詳しくお伺いしたいと思います。アコーホテル、私は名前だけ聞いたことあるんですけど、実際泊まったこととかステータスに関してもよくわからないので、どんなホテルなのかというのを簡単にお話しいただいてもよろしいでしょうか。はい、アコーホテルはですね、非常にステータスも安くて庶民に優しいホテルです。まあ、アコーホテル自体はですね、今 ALL っていう名前も使ってるんですけど、フランスを本拠地として世界規模で展開するホテルチェーンで、ヨーロッパに強いです。でバジェットホテルから、まあ、ラグジュアリー、まあ、格安から高級まで、幅の広さでは4つのホテルチェーンで一番広いんじゃないでしょうかね。はい、まあ、日本ですとですね、まあラグジュアリーなスイスホテル、大阪ですね、あとプルマン東京のホテル沖縄で、メルキュールいろいろあります。あとイビスが、庶民的なブランドですけど、そんなようなブランドで日本に展開しています。ただ日本にはですね、全部で20のホテルがありましてですね、そのうちの16個がですね、1泊1万以下というお値打ちホテルです。だからまあ日本だけ見るとハイアットとかヒルトン、マリオットと比べると高級ホテル感がないし、数も少ないです。あ、なるほど。ほうほうほう、そんなレアなホテルステータスをお持ちということなんですね。うーん、まあ余談ですけどね、これ、はい、世界に5100あるということなので、結構大きなホテルチェーンで、多分ヨーロッパだとこのハイアット、ヒルトン、それからマリオットですね、よりも多いと思います、うん、そうなんですね、はい、なるほど。そもそもたけちゃんがそのアコーホテルのステータスを取ろうと思った理由っていうのは何なんでしょうか。はい、将来ヨーロッパにちょっと行きたいので、はい、幅で言うとですね、ハイアットとかマリオットとか、まあ、ヒルトンもあることあるんですけど、大都市でしかもまあそれなりのこう高級ホテルしかないということなので、いろいろまあバジェットトラベルする時の用意ということで取ろうと思ったんですね、はい、なるほど。そういった理由でアクホテルのステータスをゲットされたんですね、はいはい。繰り返しになっちゃうと思うんですが、最初にお伺いしたたけちゃんはアクホテルのプラチナをお持ちということで。そうですねアクもハイアットはヒルトンのようにホテルのステータスランク分けっていうのはされてるんでしょうか。してますね、はい、高級から庶民的なやつまで。具体的にどんなこう段階があるか教えていただいてもよろしいですか。そうですね、まあ、一番高いのがですね、日本にはないのが多いですラッブルスとかね、なんかだからあんまりこう日本人が今聞いてもピンとこないけど、世界の一流ホテルかなりあります。で、その
中堅クラスがですね、スイスホテルとノボテル、ソヒテル、これ全部なんとなく名前からご察しのようにヨーロッパ系です。まあお買い得というか安値、ね、1万以下のほとんどはですね、イビスもですねちょっといくつかあるんですけれども、まあイビスって覚えておけばいいと思います。私詳しい違い分かります。イビススタイルとかイビスバリアとかいろいろあるんですけど、イビスだけの時もあるし、あとメルキュールっていうのもあります。なるほど、いろいろブランドがある。ブランドありますね、アコーの、はい、なるほどなるほど、はい、アコーのねホームページを見ると大体感覚が分かるんじゃないかと思います。 ALL とかアコーとか、英語でアコー、日本語でアコー、検索すると出てくると思います。なるほど、ありがとうございます。ちょっと先ほどもお伺いしたんですけど、アコーのステータスだと今プラチナをお持ちだと思うんですけど、はい、例えばヒルトンだったらこうグローバリストとかエスクスプローリストみたいにあると思うんですけど、はい、アコーだとどんな、はい、ね、実際はまあ平会員がクラシックで、はいはい、デートはゴールド、はい、プラチナで、一番上がダイヤモンドなんですね。おなるほどなるほど。ということはプラチナをお持ちのタケちゃんは上から2つ目という認識だったんですかね。ダイヤモンド、プラチナですよね。そうですね、まあ上のダイヤモンドとほぼ変わらないステータスだと思いますけど、なんか向こうは隠れ特典があるのかもしれません。そうなんですね、なるほど。プラチナのステータスってどんなメリットがあるか教えていただけますか。そうですね、まあさまざまな特典があるんですけれども、はい、朝ごはん無料とか、うん、レイトチェックアウトとか、はい、事前の部屋の確保とか、それから、まあ、後で言いますけどホテルにラウンジがある場合はラウンジアクセスですね。それで、はい、あとアップグレードですね、ルームアップグレードから、あとなんかスイートナイトアップグレードとかあるんですけどね、はいはいはい、私はスイートはちょっと近いやつは泊まったことあるんですけど、ちょっとあまり分かりません。ああ、なるほど。日本で重宝するのはおそらくアーリーチェックイン、レイトチェックアウトと、はい、まあ、ラウンジアクセスかな。うん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 、なるほどなるほど。確かにアーリーチェックインとかレイトチェックアウト、ラウンジアクセスがあるとぐっとこうホテルの快適度というか滞在の快適度っていうのが上がりますよね。はい、そうですけどね、うん、朝食がないホテルも結構多いんですよ。それってはい、あるいはもうその料金に入らないというかね、アーリーチェックインとレイトチェックアウトが私的には遠隔会議してたもんですから、これは非常に助かりました。なるほどなるほど、確かにそうですね。この後もですね、聞きたいことたくさんあるんですけども、はい、そもそもプラチナステータスを保有するためにはどれくらい宿泊する必要があるんでしょうか。はい、これはですね、1年間に60泊または5600ユーロ以上ということですね。で、うん、私が修行したコロナの時はもっと緩かったです。今は多分そういうルールが戻ったのかもしれません。あ、うん、なるほどなるほど。5600ユーロということは今だいたい1ユーロが135円だったと思うので、日本円だと約76万円ですかね。76万円かもしくは60泊しなければならないということで、結構コロナで緩和がないと厳しいルールなんですね。はあはあはあ、この60泊というのでプラチナがゲットされたんでしょうか。はい、宿泊数で稼ぎました。まずひらカード会員で番号をもらってから、はい、何をやるかっていうと、だいたい1万2000円ですよ。これ買った方がいいと思います。あ、京都たくさんあるんですよ。どういうわけか、このあ、そうなんですね、弊社京都好きですね。でぶっちゃけ日本国内でそのアコーホテルのステータスっていうのは価値があるんでしょうか。